81年世界最強タッグ決定リーグ戦中盤の大阪決戦、いよいよ史上空前の超凶悪コンビ同士の対決、ファン注目のタイガージェットシン上田馬之助組対ザ・シークマーク・ルイ組の公式戦を迎えました。おそらく血で血を洗うような壮絶なセンターファイトになろうかと思われます。特にシークは、真と大会を待たずして空中分解しているだけに、ザ・シークの胸中はメラメラと燃え上がる憎悪はもう深くなるばかりであります。この対決、今大会の一番の地獄絵巻となるのは、火を見るより明らかであります。両選手両チームが同時に入場してまいりますが、カメラの方はまずどっちのチームを捉えますか。タイガージェットシン上田馬之助か、それともザ・シークか、マーク・ルーインか。極悪レスラーのテーマが大阪府立体育会館いっぱいに鳴り響いております。いよいよ始まります、史上空前の超凶悪コンビ同士の対決。もちろん公式戦45分の一本勝負ですが、大阪府立体育会館超前のお客様がどうやら割れてまいりました。さあタイガージェットシン上田馬之助のチーム最初に入場であります。悪質な大型台風とでも言いましょうか、悪の連携ナンバーワン、ずるくて悪くてしかも計算高い新上田君が最初に入場してまいりました。なんとここまで5つの3連勝でリーグ戦では単独単独首位に躍り出まして、優勝戦線を拡大するどころか早くも優勝固めの圏内に入りました。現在6点。そしてカメラは切り替わりました、ザ・シークマーク・ルイチームであります。今世紀最大の競技界の大圧倒ザ・シーク、そしてパートナーのマーク・ルイ、そしてこれが上田馬之助です。早くもタイガージェットシンとタイガージェットシンとザ・シークがやり合いました。そして上田馬之助とマーク・ルイ、市内を手に持っておりますのがご存知上田馬之助であります。まだリング上に両チームは現れません。早くもリングサイドで勝負が始まろうとしておりますが、放送席の目前で上田馬之助とマーク・ルイ、さあこれがタイガージェットシン、タイガージェットシンとザ・シークであります。なんとしても注目の一戦、やはりこの問題の一戦は手のつけられないような戦いになりそうですね。しかしですね、はい、両チームとも果たしてリングの上で戦う意思があるかどうかということは問題ですね。そうですね、公式戦セレモニー花束の贈呈はこれでなくなってしまいました。早くもマーク・ルインの額が切れました。マーク・ルインの額が市内で先ほど打ち落とされておりますので、マーク・ルインの額が切れております。壮絶な戦いがもちろん予想されております。それにしても竹内さん、はい、冷静に考えてシンとシークのこの不可解な関係どうしてもわからないですね。まあ、最初はですね、タッグを組むということは両者合意の上だったんですけどもね、はい、結局そのシンが上だと組むということで一方的にですね、シークとのタッグを解消してしまったわけですね。そうですね、それからこれまた不可解なのはシークと敬遠の中と言われておりますマーク・ルインの、チームですよね。ついこの間の秋までですね、それは戦ってたわけですからね、はい、そうなんですよね。それがやっぱりチームを編成するということもやっぱ不可解ですね。さあ正式な動きがなりました。45分の一本勝負公式戦が始まりました。リングサイドタイガージェットシットこの像を募らせておりますザ・シークの一騎打ち、両者組み合っております。リングの中では早くも椅子を持って上田馬之助がマーク・ルインの肩口に2回3回椅子攻撃、ものすごい椅子攻撃でめった打ちであります上田馬之助。そして対角線上に連れ出して再び場外乱戦、またしてもリングの中は4人の選手は1人もいません。上樋口レフリーがもう懸命なレフリングで4選手をリングの中に呼んでおりますが、そんなことはお構いなしに場外でやり合います。タイガージェットシンとそれからシークがやり合う。タイガージェットシンの額も切れた。シークの噛みつき攻撃によりましてどうやらタイガージェットシンの流血が滝のようです。マーク・ルインが後ろからアナコンダ殺法で攻めようとしているところ、そして何やら缶のようなものを持ちまして上田馬之助がリング上から思い切ってこの缶を突き落としました。これがタイガージェットシンの表情です。期待を切られておりますタイガージェットシン、それにしましてもこの新上田馬之助組は3つの3連勝というのはちょっと予想しなかったですね。これは予想外の中盤戦までの結果ですね。そうですね、一方のザ・シークマーク・ルイン組は公式戦ここまで3戦して勝ち点4点、この両者の対決その差2点の差があります。もちろん竹内さん、シンとシークは日本での対決は初めてですね。初めてですよね。そういった意味でも非常に興味ある一戦ですが、あっと早くも凶器を取り出した。ザ・シークの右手には白い凶器が入っています。そしてトップロープのこのワイヤーを緩めようとしておりますがマーク・ルインであります。これまたなかなかハンサムな顔立ちをしておりますが、しかし一旦リングに上がりますとものすごい悪いレスラー、スリーレスリングを展開します。ザ・シークの右手には凶器が入っている。凶器で思いっきり突き刺した。正面からはマーク・ルインがこのワイヤーロープの金具を取り出しまして正面からめった打ち。タイガージェットシンも凶器を取り出した。凶
気を取り出しました。両チーム強気を持ち出しての対決になりました。そうですが、前回まさに今大会一番の地獄絵巻、そうなることも間違いありません。流血の大流血が行われたんですが、早くもゴングを要請する上樋口レフリー、ゴングを要請しました。リング上4人の選手、そして3本のドープがだらーっとしてしまいました。これでは勝負になりません。ドープに背を向けますとちょっと危険な状態、そのまま真っ逆さまに選手が落っこちるというような非常に危険な状態であります。何がもう会場を行われているか、商売のお客さんもキョトンとしております。まあ早くも両チーム反則が取られましたね。もう誤差ですね、この辺でどうしようもないですよね。そうですね、ということは公式戦再開するによりまして両チーム反則ですので、得点は奪うことはありませんね。無得点ですね、両者0点です。ということになりますと、タイガージェットシン上田馬之助は6点のまま、そしてザ・シークマーク・ルーイングも0点で4点のままということで中盤戦を終わったわけでありますが、しかし勝負が終わってからのこの後の大乱闘もちょっと見ものです。再び場外に出ましたザ・シークを追いかけるタイガー・ジェットシンです。なおこの2人の対決、この2人の対決は来週の放送札幌で、今度はシングルで夢のスペシャルマッチですね。これが今度はどういう展開になるかですね。本当もうどういう展開になるのか想像することさえちょっと不可能です。凶悪レスラー同士の公式戦、勝負は終わりました。両者反則ということで両チーム無得点です。これがマーク・ルーイン、その後ろにタイガー・ジェットシンが今度は椅子を持ってマーク・ルーインのカップに思い切って体ごと突進していきました。両チーム反則ということになりました。2人のどす黒い因縁と深い深い憎しみはとどまるところを知りません。凄惨な死闘が終わりました。いよいよ凄惨な死闘は札幌大会へと送れ込まれたわけであります。両チーム無得点に終わっております。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送